い、皆さんチェアス。はい、というわけでね、今回タイトルにボボンと出ている通り、こちら。ででん。何これ、ゴミ。何これ、ゴミ。全く汚いな。はい。でーん。ジャシン・バルキリーということでね、限定商品です。商品というか、まあ、勝たなきゃ勝てない。ん？勝たなきゃもらえないやつなんだけど、どうだったかな？確か。確かそうだったかな？それをね、ちょっとね、まあ僕ゲットしたので、ちょっと開封していきたいと思います。シールもテカテカですごくかっこいいですね。テカテカ。でも、ジャシン・バルキリーこちら。もう、黒と紫でもう、悪魔感が半端ないですね。もう、何、聖なる騎士じゃなくなってる。で、まあ、ロックの山は比較的やっぱり高いですね。こうやった方が見やすいかな。こんな感じ。いいね。いや、かっこいい。で、ちょっとね、まあ、一応、カスタマイズは、こちら。ちょっと覚えてみよう。2M、アイアン。いいよね。こちらで組み合わせていきたいと思います。まあ、今、見てわかるけど、開封しただけで。一回試してみようかね。なんか適当に出しておくれ。てか、シュルシュルうるさいよ。これ。これ。シュルシュルうるさいこれ。ん？あー！はい！なんかおいで。はい。君好きだね。勝てるかな？頑張ります。いくぜ。3、2、1、ゴーシュ！おお！やばくね？俺が作った最強カスタムじゃないかよ。やば！はい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 。ロックは緩んでないですね。やばいね今の。うん。じゃあちょっとこいつ。シール貼ってちょっと皆様にお見せしたいと思います。カッテル。はい、シール貼った姿がこちらですね。はい、いやーもうめっちゃかっけー。まあシールを貼ることによってもっと紫が強調された感じで、もう文句のつけどころがないですね。バリかっこいい。で、通常と比べるとこんな感じですね。はい、もう全然違う。もう全くもって違うね。もうこのかっこよさね。で、やたら強かったし、もう一回やってみっか、マグレかもしれないし。じゃあ一回こっち、普通のやつと。あ、いくよ。3、2、1、ゴーッシュ。おー、め。おー、おーバルキリー自体って。全然出ちゃう。ジャシン・バルキリー同じレジェンド3番で来てください。いきます。3、2、1、ゴーシュ。